はい、どうもアニモです。お待たせしました。前回の続きの小物入れになります。もう牛乳パック入れたりとか、あの上にね板を入れたりとかしたので、めちゃくちゃしっかりしたやつになりました。ここつなげてるからね、ちゃんと蓋もあの外れないようになってます。取り外し式にしても作っていけると思います。でね、今日こんな華やかついでで、ね、なんですけど、アニモが YouTube を始めて今日でねぴったし1年になります。皆様いつもありがとうございます。もうね、1年で1000人の方に見てもらったらええやろか言って始めた YouTube なんですけど、ありがたいことに5500人以上の方がチャンネル登録してくれて、でいつもねコメントいただいたりとか、いいね押してくれたりとか、本当にね皆様に支えられてここまで来れました。ありがとうございます。で、これからもね、頑張って精進していきたいので、今後とも末永くよろしくお願いします。はい、めっちゃ真面目。はい。で、今日はね、これの続きをやっていきたいので、やっていきたいのでじゃない、やっていきます。はい、じゃあまず用意するものですね。前回までに全部編んできたものになります。これ側面ですね、六角形の側面。これが一つと、あとは、蓋になる部分ですね。花びらつけてきたやつに、今回は、セリアさんのコットンパール風ビーズっていうやつをね、20個入ってるやつを、中途半端に21粒ね、縫い付けました。もうバランス見て、あ、足らんなと思って1個足したんですけど。で、センターはお家にあった1センチのやつつけたんですけど、もうね、あの、つける人適当でいいです。まあ、兄もなんか花びらの上につけてるけど、この中にね、糸を渡らしてみたいなんやけど、裏見ますか？ひどみたいな感じでしょ？でもこれは、あの、裏つけるので全然大丈夫。裏はもう糸で取ってもええぐらい。気にしない感じでも適当に塗ってもらったら大丈夫です。で、その裏に貼り付ける分。これを、兄は編んだんですけど、もし編まないわって、ホットボンドで裏適当になんか芯つけるわっていう人は、セリアさんのプラゾコで板でもいいし、牛乳パックでこうやって六角形を作って、布でも巻いてね。あとは、ホットボンドで裏につけるとか。まあ、しっかりさえしたら大丈夫です。はい。で、まあ、さっき出てきた牛乳パックからじゃあ紹介しようか。これは、底になる部分です。で、これと全く同じ形、六角形の形で、セリアさんのプラゾコ板。これは、これ今から同じのを作るからまた説明するんですけど、これより5ミリ大きく。5ミリ大きく、あのね、これ、油性ペンとかでこれにね、印入れても見にくいから、あれがいいです。目打ちとか、目打ちのあの針とかでね、こう一旦線ギーって入れたら、ちょっと白っぽく線が入るので切りやすいです。そんな感じで5ミリ大きいのを用意してください。これが用意でき、これはね、蓋のところに入れる芯になるので、これが用意できない人は牛乳パックで、2枚重ねとかで作ってくれてもいいし、まあ1枚でもいいです。はい。そしたらまずこれの作り方からやっていきますね。これは、とりあえずその時に使うのが、兄も大好きなこの、ダイソーさんで売ってるね、よいしょ、50センチあるこのクリアのね、定規です。これで、だいたいこの子、これね、牛乳パックの、わかるかな？コーヒー牛乳だった。この子、このね、この辺、こう3辺あるところ。ここを使います。こういう形ができました。でこれをこの外線で1回切ってもらいます。そしたらこれとね全く同じ子ができるんです。ほらね、全く同じ子ができます。で2枚で補強にしたい人はちょっとこの角度をねずらして後で両面テープでつけてあげてください。ここがちょっと曲がる分ちょっと弱いので、これがちょっとずれてる状態でね貼り付けてあげると、どの角度にしてもちゃんとこういう六角形になってるので、こうねちょっとずらしたとこで後で2枚重ねにしたいと思います。
じゃあこれをね、また切っといてください。そこに使うだけの人やったら1枚だけでいいです。あと蓋の中に使うんやったら1枚か2枚ね、貼り合わせたやつを使ってください。で、もう一つ牛乳パック、あと3枚用意してほしいのは、これ牛乳ちゃんです。牛乳ちゃんのここの一辺、ここにおる一辺は、あの、のりしろがついてる部分なんです。開いたらのりしろがついてるところがあります。その一辺も丸ごとごっそりいりません。あと、そこもいりません。そこもなし。で、上のね、二辺だけ残してます。こことここ。で、この上ののりしろのところは切り落としてます。で、このここのね、折り目のところまで真ん中で切り込みを入れてます。この形で全く同じ形、ここの部分がね、こっちについてんねん、こっちについてんねんじゃなくても、こっちについてるやつは同じようにこっちのやつを3枚用意してください。こういうことです。ね、たまたま同じ牛乳パックあったんで、これでいきます。これで、同じところにこれが残ってるやつを3枚作ってください。で、これで、とりあえず高さを今度、今から切っていきます。3枚とも同じ高さで切るんですけど、よいしょ。アニモの場合で、ここからここ 10.5 センチなんです。 10.5 センチで切るとちょっとね、布巻きつける分とか考えたら 2,3 ミリ短くしてください。なのでアニモの場合だったら 10.3 センチで切ろうと思います。その時あのちゃんとね、ちょっと寄せますよ。ちゃんとアニモの場合だったらこの線、この線のここから上行きます。どこで測るか3枚とも同じにしてください。ここから測る人やったらもうここから測ってください。これのセンターから測る人やったらこれのセンターから。自分の好きなところで、まあ、アニモはこの線の内側のところから、まず 10.3 センチですね。10.3 センチのところに線を引いて、で、ここだけじゃ信用ならんので、またこの辺ね。ここはね、もうちょっと、結構ザクザクと切り落としちゃってるので、この辺でいいです。まあ、大体でもいいですよ。10.3。ここです。なら、これで、よいしょ。これとこれをつなぐだけです。はい。で、これで切っといてください。このね、こっち側はもうザクザク適当にどこ切っとっても大丈夫です。ちょっと重なって貼り付けるので、どんな形でも大丈夫。こっち側もどんな形でも、この線より内か線より外かとか考えんでも、もうザクザク切っといたら、後で、よいしょ。この子たちとね、こうやって重ねて合わせながらこうやって作っていくので、大丈夫です。少々ガタついてても。ね。なので、これをここで切るやつを、同じやつを3枚作っといてください。で、あとは、まあ、両面テープやったりとか、ガムテープ、まあ、ボールペンにハサミ、それから、このダイソーさんで買ってきたね、貼れる布。これが1枚あったら、内側いけると思います。まあ、なかったらお家のね、布をなんかボンドで貼るわとかでも大丈夫です。はい、じゃあ作っていきますね。パーツ大体で全部切ってきました。これもちょっと2、3センチ大きいぐらいにザクッと六角形で切って、この角とかはね、いらないからこう、ここに対して直角のとこで、ここに対して直角のとこで、まあ大体ね、目分量ですけど、ザクザクッとこう切ってきた感じになります。それから、これはね、横幅が45センチのやつを、13.5、ここは中途半端ね、13.5 ぐらいかな。大体でザクッとまっすぐ切ってます。ここで、この高さと、あと少し包め込めたらいいので、どれぐらいでもいいです。こんな感じで切ってもらって、今からね、とりあえずまあ無言で黙々と作っていきたいと思います。
ってきました。こんな感じで中身ですね。はい、じゃあ一旦これをこの子に入れてみます。後でまたね、内側に両面テープ入れつつやってあげたらいいと思います。よいしょ。まあでも中のこれをまた入れ替えたいねんやったら、こうやって被しとくだけで、で、またちょっと中のが汚れたから変えようかなって言ったら変えてもらってもいいし、もう一生これつけたまんまですっていう人は、もう両面テープで、どこも全部ね、底とかこういうヘリとかのところ、こう内側でね、両面テープで留めてあげたらいいと思います。で、この時に、ここの角、この角ラインわざわざ出したところと牛乳パックの角ちゃんを揃えてあげる。よいしょ。一辺ずつこうね、ちゃんとこうやってやってあげてください。はい、こんな感じです。こうやったら角のねラインとしっかり合わせることができるから、ちゃんと平行にもできるし、垂直にもここでねこうずれてきてちょうど同じくらいにできます。ここで心配だ、一番上のところだけ、こういうとこだけね、内側両面テープ止めてあげるとかしてもいいと思います。おー、めっちゃ高級感と、そしてむっちゃしっかり感があります。はい、上両面テープぐるーってつけて、動画撮れてると思ったら撮れてなかったんです。テープをね、こう、一周ぐるーっと巻いて、で、外し持って、ぐるーっと外し持って、こう、角をしっかり押さえて、で、中を押さえて、またテープピーっと外し持って、途中まで外したら、ここ一辺つけるっていう感じで、一周ぐるーっとテープ巻いて、外し持って、貼り付けてってやってきました。めちゃくちゃしっかりしてます。これ小物入れにするにはもうめちゃくちゃいいと思います。はい、じゃあ次はめちゃくちゃしっかりした蓋を作っていきたいと思います。はい、じゃあ蓋やっていきますね。蓋はモチーフつなぎをしていきます。普通にモチーフ作った時もそのつなぎ方できるし、牛乳パック椅子をつなぐ時も同じようにしました。ただ牛乳パック椅子の時は花びらで終わったので、最後ね、ここ1本しかない状態です。これは細編みしたから頭2本あるので、頭2本の片っぽを拾いながらやっていきます。牛乳パックの人は1本だけしかないんでね、それを拾いながら行ってください。で、あとこれ芯入れていくのは、ここの3辺ぐらい編んでから入れていこうと思うので、ちょっと待っとってもらいます。はい、じゃあまずですね、白い子からね、内側になる子です。一番最初の頭に今引き抜いて、引き締めてるところです。この状態でもう糸切っちゃってます。で、これを針からそーっと抜いて、ここ今引き締めたところですね。そしたらリング用意してもらって、今この引き抜いてきてるこの目ありますね。この目の次の目、この2目目の頭2本じゃなくって、いいですか、糸が出てるやつの2目目の頭2本じゃなくて、手前の1本だけにリングしてください。ここで、やっていきます。それからやっていきます。何をや。はい。糸が折って、で、糸を引き抜いたところがここなので、この一目目に裏から針を入れて、この子はね、一目目の裏側にこの糸出しておきます。で、この状態やったらたわんで心配なので、どこでもいいです。どっか目立ちにくいところ。おちょ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 。よいしょ。カメラ高くしとかよく揺れますのよ。目立ちにくそうなところの、こういう一本のところでもいいから、こういうとこを取って、ここでね、一旦、玉結びしといてください。よいしょ、緩まんようにっていうだけなんですけど、めんどくさかったら糸始末だけでね、こう緩まんようにしといてくれたら大丈夫です。よいしょ、よいしょ、2回ぐらい巻いて。で、ここね、よいしょ。普通に縫い物するときの玉結びと一緒です。無理そうやったら、きつめの糸始末、きつめというか、なんちゅうの、抜けてこないような糸始末ね。はい、これで裏側に糸がいってくくれました。一目二目で、次の子はここはね、裏側に今引き抜いた子で、これが一目目です。分からなくなる人やったら、この一目目も手前側にリングしといてもらっていいですよ。はい、こんな感じです。 1,2,3 目ね。はい、これはもう糸始末せんでもいいです。あともうほれ、この裏側になるんでね。はい、そしたらまずこの子の糸は残ってるので、この子の糸で、よいしょ、編んでいきますね。はい、でこう向けてください。表よいしょ、この状態で編んでいきます。まずこの子の次の目、ちょっと糸緩めますね。この子の次の目、これは引き抜いた子なので、次の目の大きいのがこの目です。この目の
外側の1本を外から内に針を入れてください。外の1本だけを取ってください。でこの糸、よいしょ、たわんでるの直して、この糸はこう下側に、針の下側、向こう側にやっとく。でリングした1目めの白い子の外から内に針を入れます。外から内、ちょっとリング邪魔やから取りますよ。この目の外から内に針を入れます。でこの糸を持ってきてかけて、この3本の中を通り抜けます。よ、抜けちゃった。はい、これができたら、ここが1つ目なので針にかかってる次の頭、ここに戻ってきて、わからん人はリングしておいてください。はい、じゃあこのまま次ね、次の目これですね、茶色のこの子の外から内に右側の1本だけ、左側は取りません、この1本だけを取る。で次、このリング下1個手前にもう1目いましたね、この子です。この子の外側の1本を外から内に針を入れます。こう入れる感じですね。はい、そしたら糸、下から持ってきた糸をかけて、この3本の中を通り抜けます。これをね、繰り返してくるんです。次のこの目、ちょっと見やすいように変な針持ち方してますけど、次の目の外から内に1本だけ外側の糸を拾います。でこの糸は針より下に折る状態で、次このリングしてたこの1本の子ですね、これが3目目やから、この子の外から内、こう針を入れた感じですよ。ちょっと外から内にね、こう入れた感じで、かけてこう3本の中を通ってくるですか。外側の糸を外から内、この糸の上を針通って、次の白い子の外側の糸をね、1本だけをこう外から内でかけて抜く、こんな感じです。ここの一辺行く間はこうやって置いて見ながらでもやっていけるんですけど、次の時になってきたらこうね、こう持ちながらいかんとあかんのですよ。よいしょ、ちょっとやっときますよ。そうなったら、今編んだところの次の目がこの子、この子の外から内に針を入れる、糸の上を通って、次白の子、この子ですね、この子の時はこうやって針をこっちから入れようとすると大変なんで、針先を内側に向けます。内側に向けて、この次、ちょっと待ってよ。よいしょ、内側に向けて、今のこの次のこの目を上からね、一本だけこう引っ掛けたります。それで針をこう内に入れたら同じことなので、この方がやりやすい人はこれでもいいと思います。ですか？次のこの一本だけをかけて、こう内側に針入れて、糸の上を通って、次の白い子、一本だけ外から内にこう針を入れて、でかけて通る、こんな感じです。そしたらこれでね、モチーフつなげてるんです。本当のモチーフでもこうやってつないでいけます。本当のモチーフどうなんか知らんけどね、こんな感じで、こうやって今は外の糸を取ってるけど、外内を取ったり、内外を取ったりっていうやり方いろいろあるんですけど、今回は、編みやすいように外の糸を、外から内、外から内に取りながらぐるっと編んでいきます。で一目に一つずつ、もう増やし目も角も何もなしで、こうずーっとぐるぐる来てください。でこの3辺来た時に、この子を挟んだ状態でぐるーっと一周回ってきてください。半分でちょうどこの子入れるの忘れないようにね、ぐるーっと回ってきてください。じゃあぐるーっと回ってきて、残り2目です。向こう側のやつの外側の1本と、こっち側の外側の1本かけて全部を一気に抜く。最後の向こう側の1本、こっち側の向こう手前の1本ねをかけて3本一気に抜く。はい、これができたら糸を緩めて、それからね、この蓋に乗せてここを縫いたい人、例えばここ一辺をこう縫いたいねんって言って、よいしょ、入るかな、この一辺を縫い付けてこう蓋を開けるっていう人とかね、だったら糸をもうちょっと残して切ってください。それかどうかいいかな、何も、もうこの蓋をこの状態でもいいかなとは思うんやけど、まあ一辺縫っちゃおうか。そしたらまずね、糸をこう、あとここずーっと縫うぐらいの分だけ残して切ります。でここね、また引き抜きます。
それで針に糸を通します。よいしょ。こっちもね、結構ありとあらゆるところに両面テープをつけてこう貼り付けたので、中の板結構ぴったりとしてます。ほい。そしたらここですね、今こう編んできて、ここを見たらこの線があって一目めありますね。線があって一目め、一目めを飛ばした次の子のこの2本に入れて、よっ、ここね、一目めのこの子を飛ばしたところに入れて、よいしょ、で出てきてたとこに戻りますよ。戻ってね、どっかこの辺で出てきてくれたらいいです。でここでまた鎖の大きさ揃えといて、でここもどこがスタートやったかあんまりわからんようなとこなので、ちょっとまあスタートどこかわからんぐらい綺麗なのでなんならこれね、ここからなんでこう縫っていきます。この一辺端から端までね、好きなとこ縫ってくれたらいいです。もうどこ縫ってもらっても大丈夫です。はい、ずーっと来て一番最後だけね、もう一回同じとこ通っときます。よいしょ。はい、であとどこで糸始末してもらっても大丈夫です。内側でしてもらっても外側でしてもらっても、これで、はい、こんな感じです。いい感じです。正面から見ても、ちょっと下から見ると白が見えるな、下から見るとあれやけど、こう正面から見たりね、斜めから見る分には全然白も見えないです。で開けたら白と黒、あ、いいんじゃないね。なので手前にね、あと持ち手みたいな感じでパールのこう輪っか作ろうかなと思ってたんですけど、ここ結構ちゃんと出っ張りの段差があるので、ここで持てます、こうやって。なので何もつけんでもええかな、周りのこの前のこの模様隠れちゃうから。これで仕上がりにしようと思います。あと糸始末してないけどね、下振りして中に隠しときます。はいはい。じゃあこんな感じでめっちゃしっかりした、これに座れるかな、これには座られんかっていうぐらいの、めっちゃしっかりしたやつです。かわいい。はい、それじゃあ今日も長い間ご視聴ありがとうございました。明日からね、1年と1日目頑張っていきたいと思います。今後ともよろしくお願いします。それじゃあ今日も長い間ご視聴ありがとうございました。